サノバビッチワンタンということで、巡るルートシャープ21。じゃあ早速コンティニューやっていくんだけど、前回ねイチャイチャでもうこのまま例のシーンかなっていうところで、電話がかかってきたと誰なんだっていうところからですね。はい、じゃあ見ていきましょう。いきなり着信音が響き、めぐるは俺の腕の中で飛び上がり、俺はそんなめぐるを思わず抱きしめた。やるね。びっくりした。ごめんなさい、ごめんなさい、自分です。はい。あ、お母さん。あ、お母さんか、やっぱ。両親のどっちかが、このタイミングでお父さんかなと思ったけど、やっぱお母さんの方か。なるほど。お母さんからの電話か。ある意味これはタイミングが良かったかもしれない。そうだね。このまま、追っ始めてたら、ちょっと、引くに引けない状態になってたかもしれないからな。なんというか、釘を刺されたみたいな。しちゃダメよというな。うん。などと考えていると、すぐに要件は終わったらしく、めぐるはすぐに電話を切った。うん。あ、ごめん。なんか抱きしめちゃってて。あ、いえ、その、それは守ってくれたみたいで嬉しかったですけど。おう。それでお母さんは何だって?どうした?俺の質問にめぐるが震える。え?そして、再びめぐるの携帯が鳴り響いた。どうやら今度はメールらしい。話そうとして、またも話せない。ついついめぐるを思いっきり抱きしめ。ギュッってこう。その髪や肌の匂いをいっぱいに吸い込んでしまいつつ、いや、何その、土壇場、その、カジマ泥棒みたいな。よし、あ、ちょっとやばいから、よし、今だっつって。携帯の液晶画面を覗き込むと。ごめんね。急遽予定変更しちゃって。あと、夕食のことを言い忘れてたけど、冷蔵庫のもので適当にお願いね。先に寝ててもいいからね。お母さん?お母さん?ねえ、先に寝ててもってなんだろうかな、これね。そんなの別に、ね、そんなの言わなくていいよね、寝てての。ね、先にご飯食べといてならわかるけど、何先に寝ててもってね。どういうこと?どういう意味の寝ててかな、それは。完全にこれは気を使われたな。あの、これって、遅くなるって、こと。そうだね。あの、先輩。つかぬことを聞くけど。え、はい。今日俺が来るって、ご両親にはちゃんと伝わってるんだよね。あれ?めぐるさん?いえ、それが、驚かそうと思って、サプライズみたい。ああ、これは、また理性が試されそうだな。いや、逆に言えばもう我慢しなくていいんだ。でもなんかそういう気分にもうなってないんじゃないこれ。あの、先輩。うん。離れます?いや、このままで、そしてもっと繋がっていこう。無理だろ。なあ、修二君な。はい。うん。ですよね。もう無理ですよ、これ。もう無理。いいか、いいかじゃないのよ。シュージ君、いいかじゃないのよ。あ、はい。いいです。いいのね。っていうか、お願いしますっていうか、自分からもっていうか。うん。その、もう、平気だと思うんで、それに。やるしかないな。うん。実は、その、めぐる、もう、結構、大変なことになっておりまして。そっか、力強くギューってされちゃったもんな。俺も、実は、ほら。ほらじゃないのよ。なるほど。はい。ということで、じゃあ、事後まで飛ばそうかなと思いまーす。はい。ということで、事後まで飛んでまいりました。いやー、サクサクっとね。まあ、飛ばしみたいな感じで見てたんだけど、まあ、後でね、じっくり見るんだけどさ、いいね。めぐるさんは、やっぱあれなんすね。結構、敏感なんすね。言葉を選ばずに言うけど。いやー、でもいいよな。やっぱ感度が高いヒロインっていうのは、好かれる理由が、
やっぱ改めてわかるというかなんか感じたわ。はい。ということで、じゃあ続きの方見ていきましょう。伝わりきらないから伝えたい。わからないからわかりたい。確かに、そういうものなのかもしれない。だからこそなんだと。こうやって、互いに思い合っていることが何よりも嬉しくて幸せで。けど、裸のめぐるを抱きしめ、優しく髪を撫でながら俺は思う。自分の中には依然、あの時吸収しためぐるの気持ち、心のかけらがある。あー、確かにね。そうだよな。それまだ放出できてないもんね。俺もこういう風にめぐるに確かな気持ちを渡せればな。それを受け取ってほしい。そう思っている自分がいる。いくら愛していると言っても足りない。全部同じことなのかもしれないけど。サノバウィッチ。じゃあもう毎日のように注ぎ込むしかないな。愛をな。はい、チャプター9の4。いやー、これでもどこまで行くんだろう。まだこれ2回目だもんね、例のシーン。え ?3 回目とかあんのかな。チャプター10、11とか行く。とにかくもうそんな風に着々と俺たちは仲を深めて言っていた。いや、深めすぎだろ。話したの。え、話したの、まさかの。深めすぎっていうのはどういうことだ。だってお前隠す気ないんだもん。言ったのな。なんで涙ぐんでんの。気持ち悪いよお前。それに人前は人前、二人きりの時は二人きりの時って、こっちはちゃんとわきまえてるつもりなんだけど。いや、星名、カイドウが言ってるのはそういうことじゃなくてさ。おう、何ん。失礼します。はい。あ、先輩、部活行きましょう。おう、もうこんな時間か。そうだね。これのこと。これな。この一連の流れな。もう当たり前かのように流れるこの一連の感じな。普通にめぐるが呼びに来てくれただけじゃん。これが普通っていう感覚が、うん、俺にはすでに遠い世界の感覚なんだよ。確かに。はあ、いいな。めぐるちゃんと仲深めすぎだろ、修士。え、あれ、自分何かしでかしました。もう日常なんだね。もうなんか朝起きて顔洗って歯磨いて修士君と会ってみたいなね。もうこの日常の一風景みたいにもうめぐるさんたちになっちゃってるから、あ、なんかもう周りから見るとっていう感じなんだろうね。ま、気にせず行くといいよ。ほとんど今更ない言いがかりみたいなもんだし。うん。それもこれも二人の仲が順調ってことだから。確かに。あ、はあ、よくわかんないですけど、ありがとうございますね、カリア先輩。なんて、まあ時々旗から謎のコメントを受けたりもしつつ、お前たちだけが謎なんだよ。ほら見てください。おお、本当に結構戻ってる。お、マジで。ですよね。この瓶、前はもっと中身がなかったですもんね。あれ、紬さんの方には戻ってないの。はい、稲葉さんから回収した分もありますけど、大部分は星名くんから戻ってきたかけらです。つまりめぐるたちの仲が順調で、先輩の心がどんどん満たされてきてるってことですね。まあ満たされるわな、あんないろいろあったもんね。そっか、うん、よかった。いろいろとしてきましたもんね。ねえ。してきました。その意味深やめようぜここで。あ、これもめぐるが可愛いおかげだよ。あ、ダメですよそれは、うん、そういうのは二人きりの時にしてくださいよ。いやー、これは周りどう思うよ。やだ、もう顔赤くなっちゃうじゃないですか。大丈夫だよ、私たちもだいぶ慣れてきたから。慣れてくる方も慣れてくる方だな。え、シーバさんたちが慣れるほど垂れ流しちゃってた俺たち。あ、自覚なかったんです、ね、もう完全にこいつら自覚ないから大丈夫よ。もうでも気にしないで、私たちが慣れれば済む話だからね。なんかそれもそれで、なんかな、わきまえてたつもりだったのに、これがカイドウの言ってたことなのか。
まあだとしても今のは自分的に絶対言わなきゃいけないタイミングだったから仕方ないんだけど、それこそそういうことを着々と積み重ねてきたからここまで欠片を返せてたんだろうしな。ん？でも、それじゃあつむぎ先輩、つむぎ先輩の便にも結構欠片が戻ってきてるんですよね。いやでも多分戻ってないのかもしんないね。そのめぐるさんの気持ちだけは絶対にみたいな、なんかそういうのがあるのかもしんないよ。それがごめんね、それが私の方にはまだ全然で。あやちさん、そっちの分もこれで全部ってわけじゃないんだよね。はい、それは残念ながらまだ足りないと。足りないというか、なんつったらいいの、満たされてないってことか。だよね。あやちさんも椎葉さんもそれ以上は明言しない。だけどわからないわけがない。先輩、それってつまり、何このカッコは。目で語り合ってんの。かけらはまだ全部返せていない。つまり俺の心にはまだ穴が開いたままってことだよな。まあでもそんなんで埋まる、そんなすぐ埋まるものじゃないっていうのはまあわかってるだろうけど。あ、めぐるはそこでガバッと俺を胸に抱き入れた。めぐる？悔しいらしいな。まあでも根深いわな、こんなの。なんか一朝一夕じゃないけど、一朝一夕ではないけど、そのちょっとね、イチャイチャしただけじゃやっぱこれ本当に時間をかけてゆっくりとこう、なんていうのかな、やっぱさ、ちょっと他の人からね、痛い感情を少しでも向けられただけで思い出しちゃうみたいなところもあるだろうし。ごめんごめん、ちょっと膨れちゃったねって。ありゃ、戸隠先輩、その、大丈夫、なんとなく察しはつくよ。察しがつくの、これで。後で詳しく話しますね。ってわけで、星名くん、稲葉さん、こっちのことは気にしないでね。すいません。みんなもめぐるの気持ちがわかるのか、冷やかしたり突っ込んだりすることもなく、そのままにしてくれた。まだ足りないのって感じだよね。だから俺もめぐるの胸の温度や感触、聞こえてくる鼓動に黙って浸る。浸っていこう。たっぷりと愛し合い満たし合ってきたつもりなのに、俺の心にはまだ穴が開いている。それをめぐるが悔しく思ってくれるのは嬉しくて少し申し訳ない。まあでも自分でも分かんないもんなんだろうな、それは。多分その無自覚にというか、満たされてるつもりでもね。部活が終わり、みんなで校舎を出る。ほら、私の方のかけらはめぐるちゃんのかけらでしょ。だからひょっとしたら星野くんが無意識に手放したくないって思ってて、それでなかなか戻ってこないっていうのもあるのかもしれないし。はい、すいません、なんだか気を使ってもらっちゃって。どうあれ、無力感に苛まれることはないと思いますよ。ここまでかけらが戻ってきたのは間違いなく稲葉さんの、その、愛の力のなせる技なんです。なんでそんなにどもるの。ね、そんなにどもるとこの愛の力が意味深、かっこ意味深になっちゃうからね。ねえ先輩、何？めぐるはあれ以降も意気消沈しっぱなしで、さすがに見かねた魔女組が慰めに入っていた。それを横目で見ながら俺は密かに息をつく。一体何が満たされずにいると言うんだろうね。ここまで来ると自分でも疑問だろうな。こんなにもめぐるが愛してくれているのに、こんなにもめぐるを愛しているのに、愛し合えているのに、俺の心はどうしてこうなんだろう。考えているね、少年。そうだね、考えなきゃ。あ、戸隠先輩、今は少し稲葉さんに合わせる顔がない？そういうわけじゃないんですけど。
ヨーガス。ヨーガス。そういうことならお姉さんが話し相手になって死んでましょう。おお。うん、口調がもう なんか定まってないけどね。死んでましょう。誰にでもいいから話してみると少しは気持ちが整理できるかもしれないよ。ありがとうございます。時々困らされたりはするけどそうだね、この人はやっぱり部員全員を優しく見守ってくれてるお姉さんなんだよな。まあ若干こう性格がおかしいところもあるけどねまあそれはこういうね、優しいからこそのカウンターみたいなところあるかもしれないね。逆にそういう部分も出てきちゃったみたいな。まあでも東子さんルートも気になるね、どういう人なのかっていう。めぐるは引き続きあやちさんにすがり、シーバさんに慰められていた。それを横目で眺めながら先輩と話しつつキロを歩く。なるほどね。悩んでもしょうがないんだろうけどね。その心の穴は星野くんが魔法を持って生まれてきた以上、ええ、未だによくわからないものですし、望んで手に入れたものじゃないんだしね。でもこれがあったおかげでめぐるとこうなれたわけですから、もう疎ましく思うことはないんですけど。うんうん、嫌っても意味ないよ。それがいいと思うな。ええ、俺もそのつもりです。めぐるもそれ込みで俺を愛してくれてますし。おお、いいね、そういうのかっこいいよどうしたいきなり。おお、いいねいいね結構そういうのをこうなんていうの、すっと言われるのは嫌な感じなのかな、とうこさん。おお、いいね、そういうのなんか雑になってないいいね、ありがとうございます。けど、なんていうか。ん？めぐるは、俺の心の穴を埋めてあげたい。って、そう思ってくれてるから、現状はやっぱ、ちょっと申し訳なくはあります。だからといって、どうしたらいいのかがわからないとしても、自己否定する気はもうない。だけど、状況が改善する手がかりを少しでも見つけられないものか、とは思ってしまう。そうできたら、きっとめぐるは心の底から喜んでくれるから。俺は、めぐるを喜ばせてあげたいから。そうだね。心の穴。魔法。魔法か。ねえ、星野くん。お？はい？魔法っていうのは、それで、叶えたい願いがあるから生まれるものなわけだよね。そういう話ですね。あやちさんとシーバさんの願いがどんなものかは知りませんけど、母さんの魔法のことなら察しはつく。母さんは耳が不自由な人だったらしいんで。だけど人の中で生きていきたいと願っていた。よくわかる。母さんが魔法を欲した理由はよくわかる。だから人の心を読む魔法を手に入れたかったんだと思います。なるほど。なら星野くんの魔法は何なんだろうね。おう、え？意表をつかれたような感覚に思わず戸隠先輩の顔を見た。戸隠先輩は顎に指を当て、視線を上げて物思いにふけっていた。純粋にわからないことを理解しようとしてくれてるような顔で。俺の魔法って？うん、だって星野くんも持ってるでしょ。うん、いや俺のはただ母さんから受け継いじゃっただけのもので。でも聞いたところ、お母さんのと星野くんのは似てるけど別物だよね。ねえ、なんか、そのさ、遺伝っていうところも、なんかよくわかんないシステムだよね。だって魔法って、そのね、感情をさ、なんていうの、契約で、こう、なんかいろいろして、上で獲得できるものじゃん。なんか、遺伝ってさ、もうなんか、その、魔法持ってる子から生まれた子供に、なんか、受け継がれるんでしょ？何それ何が起こってんだそこで、契約がまた発生してんのかみたいなね。それは、はい。だから、星野くんの魔法って、何なんだろうなって。確かに。まあ、純粋に思うね。何それって。そんなの考えたこともなかった。戸隠先輩は、やがてゆっくり視線を俺に戻して、そして微笑みを浮かべると優しく言った。ひょっとしたら何かを叶えるために備わっているものなのかもね。何それ
何そのロマンチックな感じ。なんか瞳子さんもっと現実的なこと言うのかなと思ったけど、結構ロマンチックなこと言うじゃん。今度は俺が考え込む。確かに俺は今まで能力に対して生まれつきあるものとしか捉えてなくて、そうだね、俺もそう思ってたわ。なんかまあ遺伝されてみたいな感じでさ、ちょっと漠然と思ってたけど、確かにの。それ以上のこともそれ以下のことも、つまりなぜあるのかとか何のためにとか具体的にどう使おうなどとは考えたことがなかった。あー、この先の目標じゃないけど目的ってことか。これどこから来て何者でどこへ行くのかじゃないけどさ、あの有名な絵画じゃないけどさ、だからなぜあってこの魔法は、何のために、そして具体的にどうこれから使うのかみたいな。確かに。ただ悩まされ厄介に思い忌避していた。目をそらし続けていた。あー、向き合おうってことか。けど、これが厄介な体質ではなく、俺に備わった魔法なのだとしたら。俺は思い出す。今まで生きてきて初めて、この力があってよかったと思ったこと。めぐるの気持ちに触れて、恋に落ちて、恋をしてきて。その中で、めぐるの思いを誰よりも感じられたこと。あの甘酸っぱさを味わえたこと。戸隠先輩。ありがとうございました。うんうん、思ったことを言っただけですね。いやー、なんかありがたいね。それでもですよ、めぐる、悪い。はい。何がです？俺今日はここでちょっと寄り道していくよ。はい。寄り道？それじゃあ先輩、また明日。うん、また明日。チクチクと胸に刺さる寂しさと申し訳なさ。めぐるがそれでも懸命に微笑んでくれたのは、仮に胸の痛みを感じなかったとしてもよくわかった。なんだろうね。だから今はちゃんと考えたい。自分の能力について、自分の心の穴を埋める手がかりがそこにある気がして。おー、いらっしゃい。なんか結構重要な話っぽいな、これ。あんまり茶化さない方がいいのか。先日はお世話になりました。今って、大丈夫ですか？では、店を閉めてしまおう。いいの？え？何か相談事でもあるんだろう？そこに座って待っていてくれ。ありがとうございます。黙礼してカウンターの席に着いた。話が早くて助かるな。いや、ひょっとしたら何かを察していたんだろうか。猫が？猫すげえな、本当に。俺がいつか疑問を覚えて、こうして訪ねてくるかもしれないと。あー、なるほどな。もう待ってたと。そうして俺は、考えていたことを相馬さんに尋ねた。俺に備わっている能力は、魔法と呼べるものなのか。まあ、そこの定義だよな。それは本質的に、綾地さんや椎葉さんが追い求めているものと同じものなのか。そうだよね。だって違うもんね。だってその流れが、手に入れる流れがさ、え、いや子供だなだけなんですけどみたいな、私みたいな、わしは言わないか私みたいな。だとしたらひょっとして、俺にも何か叶えるべき願いがあったのだろうかと語っているうちに、いつしか日は落ちきっていた。どうなんでしょう、相馬さん。いつかこんな日が来るかもしれないと、私もいろいろと考えていたんだがね。ああ、そうなんだ。やっぱりそうだったんだ。つまりこの人も気にかけてくれていたってことだ。それを話そうか。お願いします。カップを傾け、入れてもらったコーヒーを味わう。彼女のコーヒーは相変わらず美味しかった。何そのいや、いらないでしょそれ。何そのちょっと雰囲気出した感じの一文。相変わらず美味しかった。別に相馬さんルートじゃないぞこれ。カップを置くと改めてうなずいてみせる。相馬さんもうなずき、そして話し出す。結論からすれば、確かに魔法とは目的のために積み重ねた思いの結晶だ。集めるのは他者の心のかけらだが、それはあくまでも材料。魔法は契約者の願いと思いによって作り上げられる。ああ、
つまり願いを叶えるために。やっぱりか。まあ、そこに行き着くってことなんだな。そして前にも言った通り、君の備えているその能力も魔法であることに間違いはない。でも俺は何かを叶えようとしてこの力を手にしたわけじゃありませんよ。ただ魔女だった母さんが持っていた魔法をなぜだか一部受け継いでしまっただけだ。だが、君の力が魔法であることは間違いないんだ。私にはそれがわかる。私がそういう存在だからだ。おう、アルプが？はい。魔法である以上、それは目的と共にある。母親には母親の、君には君の目的があるはずなんだ。なるほどな。二人の魔法は同じようで違うはず。それは君の魔法であるはずなんだ。つまり俺のこの能力にも何かの目的があるはずってことですよね。母さんとは違う俺だけの目的、何かこの力を使って叶えたいこと。ああ、でも俺は一つこちらからも聞きたいんだがね。あ、はい。最近は彼女、稲葉さん以外の患者を受け取ってしまい、それに苦しめられることが減ったのではないかな。ね、なんかずっとめぐるさんにフォーカスしてるらしいね。もう気になんなくなっちゃったみたいな。それは、はい、確かにそうです。いつ頃からだろうか。例えば周囲から浴びせかけられる嫉妬の視線が気にならなくなってきたの。うん、一時期変な噂が流れて、その時はとにかく辛かった。でも気づくと、もう俺はもっぱらめぐるの気持ちしか感じていない。いや、これすごいよな。めぐるがくれる甘酸っぱさにこの能力は浸りきっていた。あー、それがダメってことなのか。めぐる以外から感情を向けられてないってわけじゃないとは思うんですけど。それはつまりだ、君の能力に指向性ないし選択性が生じてきたということではないか。なんかあれだな、いきなりプログラミングみたいになってきたな。あ、まあでもそうだね。要するにコントロールが可能になってきている。はい。先日のシーバさんが貫いたかけらを吸収してしまった件だってそうだろ。最初にネネのかけらを吸収してからも回収に立ち会う機会はあったはずだ。だが再度吸収してしまったのはあの一件だけ。その理由は君自身にあるのではないか。無論無自覚ではあるんだろうが。能力をコントロールできるようになり始めてた。君の魔法は極めてイレギュラーだ。ああ、やっぱそうだよな。相馬さんは俺のカップにコーヒーを注ぎ足しながら落ち着いた口調でそういう、なんか過去にこういう前例とかってなかったのかな。契約も、うん、君自身の願いもなく今そこにあるね。だが魔法であることには変わりない。だから結局君は何を願うのか突き詰めればそういうことになるんだろう。まあ己の願いみたいな、根底にある何かみたいなものか。俺の願い、それを叶えるためにあるんじゃないかっていうのか。でも俺は依然塞がらない君の心の穴は、ひょっとしたらその答えを探し待っているからなのかもしれない。なるほどね。逆転して考えろってことか。だからなんでこの能力があるんだと。それはなぜ何かを求めてる。だからその能力自体がもうなんかその答えをね探して待っているからなのかもしれないと。なるほど。その答えがあると、無意識に悟っているからなのかもしれない。なるほどね。飲みたまえ。いただきます。注いでもらったばかりのコーヒーをまた口に運ぶ。口内に広がるのは香り高い苦味と酸味。美味しいです。それはよかった。人間の味覚は本来食べても平気なものと食べると危険なものを判断するためにあったというな。おう。あ、はあ。だが今はその必要もない。
だからただ味を感じるだけだ。今を生きている人間が味覚とは本来そういうものだったと意識することもない。なんか確かにね、こうなんだったっけ、結局こう野生の時のこう脳みたいなのがあるらしいじゃん。なんかね、なんか各種感覚って結構さ、その危険を察知するためにあったりみたいなね、なんかそういう味覚もそうだったと思うんだけど、ね、そういう感じだったんだけど、今はやっぱそうだよね。味覚もそうだし、聴覚もそうだろうし、まあ嗅覚とかもそうだろうし、まあ野生のさ、危険を察知するもう、まあ、こうずっと鋭敏にみたいな感じじゃないもんな。だが、そういうものなんだよ。それは揺るがない。生きるために備えていたものなんだ。俺は一気にカップを傾け、コーヒーを飲み干した。ごちそうさまでした。ありがとうございます。またどうぞ。いや、いいね。なんかこの雰囲気すげえ好きこうあまりね、言葉を交わさずじゃないけど、お互いにこう自分で考えろよみたいな感じでヒントだけ投げて。家に帰ると母さんの写真に手を合わせる。そうしながらずっと考えていた。母さん、母さんは人の気持ちを聞きたかったんだよね。そうして魔法を得て、父さんと出会って恋をして、やがて二人の愛の結晶として俺が生まれた。母さんの魔法を一部分受け継いで、俺も恋をしてるんだ、母さん。母さんと同じように魔法を持って、でも俺は母さんと違って、そのために魔法を得たわけじゃない。俺の願い、俺の魔法、俺が叶えたいこと、そんなの決まってる。俺は、なんだ、めぐる。心の中でつぶやいた瞬間、何かが体いっぱいに満ちた。それに突き動かされるように、俺はすぐさま携帯を取り、めぐる、急に悪いんだけどさ、今から会えないか。おお、なにこれ、面白くなってきたね。よかった、電話かかってきて。はい、ということでかなりね、もう終盤って感じがしてきましたね、もうあの雰囲気的に。ということで、じゃあ今回はここまでにするんだけど、いやー結構なんだろうな、まあ、根源的な話じゃないけど、じゃあお前の能力何のためにあんのっていうところが結構出てきて、今回面白かったな。なんかすごい考えさせられるというか、まあ、次回はまあ修二君の中にはもう答えはあるんだろうな、めぐるさんっていうのが頭に浮かんで、まあそれが何なのかというところなんだろうけど、いやでもすごいよな、こんなんでさパッと答えが出てくるってさ、結構難しいよね。なんかその感覚ね、五感の話じゃないけどさ、さっきの、まあ、何のためにあるのかってもともと分かってたとしても、じゃあ何って言われた時にじゃあこの能力何って言われた時にパッと思い浮かぶ、まあ修二君もすごいなと思うけど、じゃあ次回はその答えみたいなものが見れるのかな、楽しみだね。はい、ということで、じゃあ次回もお楽しみに。それでは以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。